はい、どうも皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、竹内です。はい、今回はプロ野球スピリッツ2014というゲームをね、ちょっと買ってきたので、ちょっとやろうかなと思うんですけど、まあちょっと1000以下で買えたのでよかったなと思います。今回スタープレイヤーモードというもので、まあ目指せ優勝というかね、そういう形でやっていこう。まずあの一軍に上がんなきゃいけないっていうのが最適なんですけど、まあとりあえず始めていきたいなと思います。はい、まあ、このように順位球団から選べることができます。まあ、僕が一番好きなのは日ハムなので、日ハムにして、まあ、構想的にします。あ、それでなんで今2016年なのに2014かって言いますと、まあ古い選手とかもいろいろといるので、まあ便利かなっていう形なんですけどね。とりあえず名前はカサタナにしておきます。はい、名前もハマヤラワっていう感じで、はい、ハマヤラ、はい、でここでね、間違えた、ニックネーム、ここで、まあ、名前タケッチに、まあ自分の名前にして、はい、で、まあ、登録名タケッチというね、背番号、まあ、ちょっとね背番号的にはおかしいんですけど、まあそこはいいや。で登録名、これ稲葉選手と同じ背番号なんですけど、まあ被るとやばいから、まあ、自分の好きなのは自分でいいや。はい、こうして登録名、音声どうしようかなと思うんですよね。音声にちょっとね似たな感じでいいや。まあ武田ぐらいでいい、まあ武田でいい、はい、はい、こんな感じで、まあ、ここは適当にねバレンタインということにしましょう。でまあ左かっこいいんで左で、で左か、まあ両打ちかっこいいから両打ちにして、はい、ポジションがねちょっと迷ったんですけど、やっぱ先発じゃないかなってね感じで、顔これでいいかな、顔これでいいや。で装備品、まあ、手袋ですね、手袋じゃない、グラブを、まあ、革にしますね。あれ革ない、あと革にして、うーん、まあこのぐらいでいいかな。はい、投げ方ですよ、投げ方は、まあ、自分の投げ方、好きな投げ方では一切ないんで、うん、どうしようかな。とりあえず普通のフォームにしようかな。普通のこういう、こういうフォームでいいや。まあ、とりあえずこの普通のフォームにして、打ち方もこれでいいや。はい、それで、ここでね、なんか、選ぶあれによっては、その、なんていうんだろうな、あれがなんかよくわかんないですけど、まあ、とりあえずローテ候補にしといて、まあ、ここがね、結構難しいってよく言うんですけど、天下のこととか。で、本格派かな、はい、あ、これいいんだけど特殊能力があんまないっていうのが事実だよね。チェンジアップっていうのがちょっとあんまり俺的には好きじゃないっていうか、いやスプリットもねいいんだけど、あ、フォークにね、あ、いい感じだねこれ。でも疲労回復が G っていうね、まあ、これでいいか。とりあえずこれにしましょう。ちょっとカメラずれてるしね若干、まあいいや。はい、始まりましたね。はい、やあ、竹内くんがよく来たね。まあいいや、はい。十三さんね、はい。はい、ここら辺はね、はい、500万。はい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 、はい、まあ。新人王っていきなりね、なんかすごい目標だなと思うんですけど、まあ、大型新人として一応入ってくるらしいので、まあ、それはしょうがないなと思っております。まあ、今こんな感じでね。はいはいはい。まあ、ライブプロスピっていうのが、なんか2014からあったんですけど、今2016年なので、まあ、無理ですね、はい。あっという間に過ぎて、確か2軍なんですよね。2軍からのスタートという形なんですけど、はい、2軍でね、はいはいはい。でこれなんか結構ね活躍すると1軍すぐ上がるらしいんですよね。まあ、本日の4点4失点以外、まあこれは当たり前だっていう、まあ、はい、先発は僕なんですよね。はい、では次の動画から、まあ、先発のその試合ですね、試合をちょっとやっていこうかなと思っています。まあこのね実況多分長くなるのかな、わかんないんだけど、まあとりあえず1年が終わったら、まあその状況によって終わるか続けるかっていうのをね判断していきたいなと思っています。はい、それじゃあ、まあ次回の動画お楽しみにしてください。それではバイバイです。